うん、年末は帰らないよ。帰るとしたらちょっとずらすかも。いつも通りの親子の会話だが、実はある問題を抱えている。それでお母さんさ、母親の呼び方を変えたい。Do you remember things we've done together?じゃあ気をつけてね。はいはいはい、分かってるから。はいはい。年も年だし、もうちょっと大人な呼び方をしたいところ。母親に電話するたび呼び方を変えようとしているが、うまくいかない。それもそのはず、新しい呼び方を用意していない、ノープランだからだ。待てよ、いきなり母親という強敵を相手にするからいけないんだ。手始めに兄弟から変えていくことにしよう。うちの兄弟構成は41歳の兄、39歳の姉、そして29歳の僕、この3人。兄とは12歳、姉とは10歳離れている。大学に入って自分の戸籍を見るまで本当の兄弟なのか疑っていた。僕は兄のことをこう呼んでいる。あんちゃん。めちゃくちゃに鹿児島弁だが、これは気に入っている。なぜかというと、1993年のドラマ一つ屋根の下で、福山雅治が兄役の江口洋介をあんちゃんと呼んでいたからだ。ちなみに僕はマシャの大ファンである。今回新たに呼び方を検討していくのは姉ユキコだ。今僕は姉のことをこう呼んでいる。お姉ちゃん。全然締まりがない。むしろ何かこうくすぐったい。なぜそう思うかというと、お姉ちゃん、これ29歳の今はいいが、このようにジジイになった時同じように、お姉ちゃんと言っている自分をあまり想像したくないからだ。一番の理想はこうだ。ユキコさん。うん、しっくりくる。育ちが良さそう。大人になっても良い関係性が期待できる。しかもこれならジジイになった時も違和感がない。他の兄弟は僕のことをユウスケと呼び捨てだけど、僕が呼び捨てをするのは年も離れているし少し抵抗がある。だからさん付けが理想だ。しかし今まで自分のことをお姉ちゃんと呼んでいた弟がいきなりユキコさんだなんて言い始めたら、何かあったと思われる。より自然に徐々に変えていくためには間にクッションが必要だ。ユキちゃん、姉貴、姉子、姉さん、姉さん、これでいいんじゃないか。お姉ちゃんという呼び方独特の粘着感がなくなっているし、さん付けすることによって後々ユキコさんと呼んだ時の違和感が軽減される。これでいこう。ちょうどお姉ちゃん、いや姉さんに連絡する用事がある。もうこの勢いで電話してみよう。出てくれ出てくれ、この勢いでもう行っちゃいたいよ。あ、もしもし、お姉やん。これはちょっと前の出来事だが、それから僕は今日までお姉やんと呼んでいるし、お母さんはお母さんのままだ。登録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